ちらがアペタイザーの盛り合わせになっております。豆腐、酢の物、和え物、サラダで、下の段にお作りの盛り合わせ、握りの盛り合わせが入ってアペタイザーになっております。こちらが焼き魚になっております。今回はサワラの味噌漬けになっております。毎回違ったお魚で、グリルのフィッシュが、お客様のもとにサーブされるようになっております。でこちらがうなぎの棒寿司になっております。こちらが焼きハマグリのプレートになっております。でこちらがお鍋ですね、寄せ鍋になっております。で最後に、天ぷらの盛り合わせです。でこちらが茶碗蒸しになっております。すべて来まして